いたぞ、アウメドロだ。こんな場所に一人、気をつけろ、また何か企んでいるかもしれない。待ちくたびれたわ。おや、結局お前も来たのか、ダナの魔女ウメドラ。どうした、わらわが憎いのであろう。その力を存分にわらわにぶつけてみやれ。さなくばおとなしく縮こまっているがよい。やめろ、お前はなぜそうやって笑いながら他人を傷つける。それが力ある者のあり方、レナのあり方だからじゃ。力ある者はそれを示し、力なき者はそれに従う。そちらの二人は忘れ果てたようだがね。行き着く先が巨水の海でも、まだそれが正しいというつもり。た、奴隷の運命とわらわのそれはおのずと異なる。それにニーズの奴隷を煽ったのは確かにわらわだが、どれほど風で煽ろうと、そこに火種がなければ火は燃えたたる。言うなれば、あれらは己自身の憎しみによって滅んだ。わらわを責めるのはお門違いというものじゃ。心に染み一つない奴なんているもんかよ。それでもお前みたいな奴がいなきゃ踏み外すこともない。一番邪悪なのはお前みたいな奴だ。愚か、これだけ我らに挑み続けながらまだレナの何たるかを理解できぬとは。300年奴隷に甘んじるだけのことはある。アウメドラ、これはティオハリヌキ。我が友人たちを愚弄するのはそのくらいにしていただこう。かくいう御身はすっかり下船の真似事が板についたご様子。言うにこと書いて奴隷を友とは。なるほど、今の御身には鋭よりルタクの身こそふさわしい。ティオハリムはお前なんかと違うよ。リンウェル、人を溶かして笑うお前なんかと同じなもんか。ならばどうする。知恵と力を枯れるに任せた愚かな輩の末裔が。お前たちは恐れたが、わらわは恐れぬ。わらわは知恵を、力を滑る。ミア、その力がどれほどのことを成し得るかを。メズメルド、ドーハッチョ！
精霊術を得意としている。私に任せて。頼むぜ。頭を奪って。
殺さないよ。リンベル。行くよ。やっぱり。そんな簡単に捨てられない。でも、ここでただ憎しみをぶつけたって。気が晴れるのは今だけだって。そう思ったから。
殺さない。捕まえて、今度こそちゃんとした裁きを受けさせる。情けをかけて、わらわを侮辱する気か。ダナの奴隷の分際で、わらわは断じて。あんたの意思なんかどうでもいい。ダナかレナかもどうでもいい。ただ、罪を罪として償わせる。それだけだよ。あの時の ボルラン卿、なぜここに。いえ、大自在の御身のこと、理由は問いませぬ。わらわは御身に。蛇めが痛いか。その苦痛こそ孫を刀な奇声の証。楽しめ。数年前、ガナス・ハロスのスルドが急死し、後任がついた。その時聞いた名が、ボルラー。来たぞ。恋焦がれる者のごとく。
とだ。相変わらず脅すばかりで、具体的なことはろくに教えちゃくれない。どいつもこいつも俺を喋る動物かなんかだと思ってるみたいだ。無理やり連れてきたくせに。クソ、出るんじゃなかった。部屋に戻ろう。俺はただ帰りたかった。ダナに、ふるさとに。アルフェン、ネビ、thank you.
エミリー、俺は待ってくれ、俺は俺はなんてことだ。あれからどれだけ経ったんだ。そうだ、シオン。みんなは、とにかくみんなを探さないと。